おはようございます。4月19日日本一周19日目スタートでございます。ですね、なかなか昨日隣にチャリライダーさんがいてちょっと声が張れなかったんで、ちょっとその方が今出発したんで声を出してですけどね。いやー、昨日昨晩ですね、かなり調子が悪かったです。なんだろうな、玉ねぎ食いすぎたかな、ちょっと生でちょっと気をつけないといけないですね。美味しいからバカスカ食ってたら、まあ生っすからね、かなり調子が悪くなってしまってね、ちょっとひどいです。昨日の昨晩はちょっとかなりひどかったです。動画編集もちょっと全くできない状態で、やばいな、ちょっと溜まってきてるんですよね、素材が。ちょっと落ち着ける場所で動画編集と YouTube のアップロードしたいなと思ってるんですけどね。まあとりあえずはね、この荷物たちをねバイクに積んで出発します。ちょっとバックあたりで休みながらちょっと Wi-Fi 使ってアップロードしようかななんて思ってるんですけど、はい、そんな感じです。それでは19日目スタート。さあ、相棒行くぞ。いや、雲持つか。よし、撤収準備の方が完了しました。ですね、電波が悪くてツイッターとか全く見れないんですよ。 YouTube もアップロードできないんで、とりあえず電波のいいところで移動して、ツイッターも上げたいなと思ってるんですけどね。いやいやいや、香川県のうどんはうまかったな。マックで朝飯です。YouTube ここで上げたいと思います。うまい、素晴らしい。マクドナルド、マックマフィン、ごちそうさまでした。長居しすぎてしまった。よし。香川県から徳島に向かっております。で、次泊まるところがですね、なんだっけ、なんとか橋キャンプ場です。なんとか橋キャンプ場に向かっております。徳島市とは逆の方ですね。ちょっと次の高知県を考えると、まあそこにしようかなと思って、室岬かな、室岬、そこにちょっと行ってみたいなと思ったんで、まあすぐそこに行けるように、次のキャンプ場を考えました。いや、徳島っつったらやっぱ徳島ラーメンだったんですけどね、食べたかったが道なりにあればいいんですけどね。やってるのかな、これ。なんか1時間ぐらいここにいました。ツイッターの方をちょっとやったのと、あと動画のアップロードですね。タイトルとか変えて。いやー、ようやく、2日分のツケを払い終えましたよ。そのライダーさん、隣にチャリライダーさんいたんですけど、その方がなんか、ツイッター見てくれって言って、回ってきたのかな。で、ツイッター見てもらって、いやー、ちょっと恥ずかしいっすね。はい、お互いちょっと頑張って、気をつけてね、無事故でちょっと日本一周完遂できればなと、ね、思いますね。ついた、ついた。荷物は持っておりでますか。あ、所定でも行けますね。大丈夫です。ちょっと遠いんで。あ、わかりました。すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうも。こんな荷物持ってます。はい、よろしいです。なんか、橋本当有名なとこなんだみたいで、ちょっと楽しみですね。もう私の姿が見えたらわかると思うんですけど、なかなかの大荷物を背負っております。
ちょっとトイレで気まずいことがありました誰もいねえかと思ってカチャカチャやったら人が入ってましたね。決してヘルメットかぶって乗るもんではないですね。いやけど本当にいいし、いい感じの施設ですね。なかなかこういうのないんで素晴らしい。外国人のお客さんに見られていました本当綺麗ですね。写真撮りたいですけどまた目撃されるの嫌だな、ヘルメットかぶって。あ、お客さんがいますね。まあ、今日は泊まりなんで後で撮ります。いやどうした？遠いところか。ちょっと今宮城回ってて、あ、宮城じゃない、日本を回ってて。ずっと？いや、今日で19日目ですかね。熊とか大丈夫ですか？熊。あ、大丈夫よ。あ、これは。よかったよかった。ここも熊の話はしばらく聞かんな。おお。昔はおったけどな。うん、離れてっちゃったんですかね。私がおって、あの池取り、うん、ありがとうございます、はい、はい、見てください。惨劇の後でございます。ビール落としてですね、当たりどころが悪くてビールが漏れました。今日楽しみにしてたのに、今日の楽しみこれしかなかったのに、ちょっとしか残ってないです。そういうとこなんだよな、俺は。そういうとこ。はい、戻って、インスタントラーメンでこれでちょこっといっぱいやります。はいはい、それでは本日のお品書きでございます。元祖鶏ガラチキンラーメン1食目、そして2食目は札幌一番塩ラーメン2つ食べます。そしてお待ちかね、メインディッシュが落として漏れ出したビール、ほんのわずかしか入ってません。はい、哀れですね。哀れです。かわいそうです。で、今日はあのマックで食べたメガマフィンしか食ってないんですよ。でも、もうちょい経ったらね、食おうかなと思ってたんですけど、もう耐えきれないんで食べますわ。はい、まあいろいろ残念なことが起きたんですけど、あのチキのおじちゃんとおばちゃんと話せたのはとても良かったですね。1周19日目終了でございます。本日泊まっているキャンプがですね、奥伊谷に十かずら橋キャンプ場というところですね。こことてもいいところで、今ソロなんですけどね、なんか野猿だっけかな、野猿っていうなんか人力で運ぶなんか車じゃないですけどやつなんですけど、それは結構面白くてね、家族連れも来てる人も結構いました。特に外人の方が多かったのかな。外人の方が多かったですね。
で、ここのキャンプ場の料金がね、890円かな。かなりお手頃で安い。ですけども、ここは標高1000メートルぐらいあるのかな、確か。夜は本当に寒くなるそうです。なので、防寒はしっかりして、もし来るんだったら、防寒をしっかりして、ね、来た方がいいですよ。はい。ということで、本日のルートですね。香川県、こう、山の中ガーって行ってますね。まあ、こんな感じで。で、ここは徳島県のね、三好市になるのかな。もうすぐ高知県に近いんですけどね。はい。そういうことでね。今日はビールがぶっ壊れたりで、ちょっと悲惨な目は合いましたけどね。とてもいい環境で寝れると思います。多分クマは出ない。おじさんがそう言ってたんで。で、明日はね、どうしようかな。こう行くか、ちょっと迷っております。ちょっと情報をいろいろ仕入れて、検討したいと思います。で、ここのキャンプ場がね、なかなか電波も悪くて、上に上がれば4本立つんですけど、ここだと圏外になったりなんなかったり、そんな感じなんでね、ちょっと動画のアップロード明日になるか、わかんないですけどね。まあそんな感じです。ということで、19日目の日本一周終了でございます。おやすみなさい。